野球長野大会決勝で大接戦を繰り広げた稲弥生ヶ丘高校。選手の一生懸命な姿や表情に感動と元気をもらいました。地域を盛り上げ、私たちに夢のような楽しい時間を本当にありがとうございました。さて、稲市はまだまだ熱く盛り上がります。今週の稲チャンネルはこちら、稲祭り最新情報などご覧の内容でお送りします。稲祭りまでいよいよ1週間です。今年の稲祭りは8月3日と4日に開催します。第62回のお祭りのテーマは跳ねるです。1日目は市民踊りとお祭り広場など、2日目はユーイングビレッジと花火大会を行います。今回は直前情報を一気にお届けします。事務局長小池さんに最新の話題を伝えてもらおうと思いますが。はいはい、皆さんこんにちは。こちら稲瀬北川広場です。稲祭り実行委員会事務局長の小池慎一です。よろしくお願いします。皆さん1年ぶりですね。皆さん、このマフラータオル、こちらの公式 T シャツもう買いましたでしょうか。まだまだ在庫がありますので、ぜひともお買い求めください。この場所といえば、おお、稲祭りの屋台といえばドラゴン横丁。8月3日の祭り1日目はぜひ稲瀬北川広場へお出かけください。ドラゴン横丁の賑やかな縁日は午後3時からスタートです。焼きそば、フランクフルト、焼き鳥、ポテトフライなど用意しています。生ビールやドリンク類はもちろん、話題沸騰のタピオカドリンクもありますよ。毎年恒例の100円くじでは豪華景品を狙ってくださいね。そして何よりも今年はいつもと一味違った雰囲気になります。稲祭りをもっと盛り上げ、来場された方々の思い出に残してもらえるようアンブレラスカイを計画しています。また今年は令和初の稲祭りということで、令和の和を取って和傘による和傘アンブレラスカイをやります。この広場の空が一面和傘で埋まるときっとかなりのインパクトになりますし、インスタ映え間違いなし。この日、この場所でしか見られない景色です。各種屋台とともにお楽しみください。ぜひ稲瀬北川ドラゴン横丁へお越しください。待ってます。和傘いいですね。それではお祭り広場をまとめて紹介いたしましょう。ロマン横丁屋台村はセントラルパークで午後3時から消防団音楽隊の演奏や風船などの大道芸ステージも楽しめます。市内4つの蔵元が勢ぞろい。酒蔵横丁は稲バスターミナル南で午後3時から焼き鳥、ローメンやかき氷もあります。そして人気の4つのお店が集うローメン横丁は午後3時から食べやすいハーフサイズでローメンの味比べができたり、地ビールもあります。八幡町ロマン通り商店街は山寺の大沢屋自転車商会横駐車場で午後4時から生ビールやポップコーン、唐揚げなどもあります。いやー、今年も暑い、盛り上がりますね。それではここでお祭りの日程を紹介いたします。祭り1日目、3日土曜日午後4時5分から開始予告パレードや開会式などが行われ、4時30分から可愛い鼓笛隊などによるオープニングパレードが始まります。なお午後4時から9時まで稲北駅前から春日公園下が歩行者用道路になりますので、ご協力をお願いします。
暑いといえばこれこれ、踊り委員会坂委員長お願いいたします。毎年恒例の市民踊りも大変盛り上がります。ぜひ皆さん楽しみにしてください。市民踊りは3日土曜日午後5時30分から8時まで春日公園下から稲北駅前交差点で行います。今年は91年約5800人が大きな輪となり華やかに踊ります。現在自宅でも練習できるテレビレッスンも構想中です。伊那市行政チャンネル11チャンネルで2時間おきに放送しています。また伊那市のホームページでは同じ番組を動画配信しています。大休止の時の伝統ある稲伏披露にも注目してください。伊那の伝統芸能でもある稲伏の魅力を多くの方に知ってもらおうと午後6時40分頃の大休止の時に伊那瀬前付近で和装で稲伏が披露されます。今年の稲祭りのテーマは跳ねるです。皆さん跳ねる気持ちで市民踊りを盛り上げましょう。さて続いては祭り2日目を紹介します。2日目といえば祭り最大のお祭り広場ユーイングビレッジです。今日はユーイングビレッジの皆さんに登場していただきます。どうぞ。皆さんご存知でしょうか。今やユーイングビレッジは伊那のみならず日本国内そして海外へもその名は鳴り響いているんです。ここだけの話、芸能人や有名スポーツ選手もお忍びで足を運んでいるんですよ。皆様、あちらをご覧ください。あのいでたち、間違いございません。テニス界のスーパープレーヤー錦織圭選手です。エアケン、あーすごい、もみくちゃになっております。もみくちゃですね。プロテニスプレーヤーの錦織圭です。僕も行きます、ユーイング。あの錦織圭選手がユーイングへの流行る気持ちを抑えきれず愛車ジャガーで日程確認にいらっしゃるとは。皆様、あちらをご覧ください。あの佇まい、間違いございません。元巨人軍、上原浩二投手です。ちょっと、ユーイングどこにやってんの。ユーイングは8月4日となります。今日ちゃうんかい。はい。なんでやねん、これ。上原投手が泣いて悔しがっております。これはまさに1999年10月5日の対ヤクルト戦、長嶋監督の命によりペタジーニをいやいや敬遠するあのシーンを彷彿とさせております。うわぁ。僕も行きます、ユーイング。あの上原浩二投手がユーイングへの流行る気持ちを抑えきれず愛車ジャガーで日程確認にいらっしゃるとは。あれ、皆様、あちらをご覧ください。すいません、どちら様でしょうか。 I'm Tiger Woods. Yeah. Wanda. 伊那市の皆さん、8月4日はユーイングで決まりだね。ユーイングの皆さんありがとうございました。大盛り上がりでしたね。はい、そうですね。また今年はユーイングビレッジにスペシャルゲストが登場します。では改めてご紹介いたします。スタートに先立ちご当地ソングの女王
伊那市観光大使の水森かおりさんがミニステージを行います。今年1月にリリースした高遠桜道なども披露される予定ですので、どうぞお楽しみに。水森さんのミニライブ楽しみですね。はい、他にも熱く躍動感のあるユーイングビレッジにご家族皆さんでお出かけください。水森さんか、ぜひこれは行かなくちゃ。ユーイングの皆さん、お祭り最高に盛り上がっていきましたね。それでは最後、盛り上がりは、はい、祭りのフィナーレを飾る大花火大会です。花火委員会の北原さん、今年もすごいんでしょう。はい、市民や企業の皆様から多くの協賛をいただき誠にありがとうございました。約5000発の花火を打ち上げさせていただきます。花火大会は4日夜7時半から思いが込められた記念花火や8号玉、10号玉など次々と夜空を彩ります。また毎年恒例のダイナミックな大スターマインや音楽花火も今年は3機打ち上げられます。ぜひ会場の間近でご覧ください。ご協力いただいた皆さん、誠にありがとうございました。8月4日の晩は心を込めて花火を打ち上げさせていただきます。2日目、市役所周辺は安全確保と渋滞緩和対策により立ち入りや駐車禁止区間を設けます。ユーイングや花火大会にお出かけの方は無料シャトルバス、イーナちゃんバスをご利用ください。無料シャトルバスは2つのコースで運行し、流動コースは上野原工業団地駐車場から市役所まで、流祭コースは県伊那文化会館前から市役所までそれぞれ午後3時から15分間隔で運行します。さらにイーナちゃんバスも増便し、午後4時から10分間隔で運行。詳しくは司法8月号と一緒にお配りしている伊那祭り冊子でご確認ください。いやー、暑い祭りになりそうだ。それでは実行委員長の熱いメッセージどうぞ。今年の伊那祭りも多彩な催し物がございます。皆様の楽しんでいただける一日になるんではないかと思いますので、大勢の皆様にお越しいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。今年のテーマは跳ねる。8月3日と4日は伊那祭りへ行こう。美鈴西部保育園のチューリップ組とつぼみ組です。外で遊ぶのが大好きな元気いっぱいの子どもたちです。まだまだ続くよ。せーの、伊那チャンネルは。高齢者の方々ができるだけ住み慣れた地域で元気に暮らしていけるように、伊那市ではさまざまな介護予防や地域医療との連携を図っています。伊那市には国保直営の診療所として、長谷の三和診療所と高遠町の長藤診療所がありますが、このうち長藤診療所には今年4月から初めて整形外科専門の医師が着任しました。高齢化が進み、周辺に施設の整った病院がないこの場所で、地域の皆さんの健康保持増進に努める診療所にはどんな患者さんが訪れ、何の相談が多いのでしょうか。まあ、山間部 で、人口構成からも高齢者が多い土地柄ですので、変性疾患といいまして、要は使いすぎで体のですね、腰の骨や、膝の骨が傷んでしまう腰の骨が傷んでしまうと
腰部脊柱管狭窄症という病気があります。でお膝の骨ですと、まあ、変形性膝関節症、の患者さん、そのような患者さんが多くいらっしゃいます。蜂刺されの方とかですね、草刈りをしていてもう足を深く切ってしまってきてとか、まあ、外傷の患者さんも、しばしばいらっしゃいます。介護予防の視点を踏まえて先生に伺いました。その体を動かすことが、介護負担の軽減にもなりますし、介護予防にももちろんなるので、お怪我とかには注意しながら、今のような、生活をしていただくのは非常にいいかと思います。まあ、ただ一つ気になるところは、ご高齢の人が多いですし、特に女性はどうしても骨粗鬆症というご病気になりやすいんですので、骨粗鬆症の予防と治療はぜひなさった方がいいと思います。でそれはこの病院でも十分、この施設でも十分対応できますので、ぜひ骨粗鬆症の検査と治療は、受けていただきたいと思っております。はい、長富士診療所は国道152号を杖付方面に向かい右手にあり、診療は週2日水曜日と木曜日です。長谷肘にある三輪診療所は週5日の診療です。詳しくは直接お問い合わせください。日頃からの介護予防や診療所なども活用して、誰もがいつまでも自分らしく生き生きと生活できる地域を目指します。トピックいなし、ここからは1週間の話題をお伝えします。第101回全国高校野球選手権長野大会、7月21日決勝戦が松本市野球場で行われ、延長戦にもつれ込む激戦となりました。2点を追いかける弥生が3回表、ランナーを3塁に置いて2番伊藤選手がタイムリーヒットで1点を返します。4対1と3点差をつけられた6回表の攻撃、相手の送球ミスの間に2人が帰り1点差に詰め寄ります。さらにランナー2塁で7番森田選手がタイムリーヒットで同点とします。試合は延長戦に入り、10回裏飯山の攻撃、ピッチャー返し、飯山がサヨナラでこの試合を制し甲子園出場を決めました。4対5で敗れはしましたが、1978年の創部以来初めて決勝戦進出を果たした弥生が丘高校に、スタンドや地元からも温かな拍手が送られていました。以上、トピックいなしでした。続いてお知らせです。こちら市役所西側入口付近に建立されているのは、庁舎建設時に建てられた平和の塔です。非核平和宣言都市である伊那市では、毎年8月を中心に平和を考える取り組みを行っています。司法8月号では平和を考える特集を掲載したほか、伊那図書館2階ホールでは原爆パネル展を8月1日から16日まで開催するとともに、8月4日には伊那公民館で平和映画会を行います。また戦没者を追悼し、戦争のない平和な世界の実現を願い、防災行政無線のサイレンを推鳴し、ご覧の日時に1分間の黙祷を実施します。この機会に平和について考えてみてはいかがでしょうか。来週のこの番組は伊那祭り中継のためお休みです。次回は8月10日から伊那の恵みを体感、移住定住対策などについてお伝えします。それでは暑い日が続いていますが、お体に気をつけてお過ごしください。